ローウェル・スミス1923年6月27日の最初の空中給油。ローウェル・スミスはアメリカのパイロットである。1923年にジョン・リヒターと共に最初に空中給油に成功した。速度や飛行時間、飛行距離の記録を作り、世界一周飛行に成功した2機のダグラスワールドクルーザーのうちの1機のシカゴ号のパイロットでもある。 カリフォルニア州サンタバーバラ出身。1915年にメキシコ陸軍でパイロットとなった。1917年にはアメリカ陸軍航空隊に加わった。1919年には大陸横断レースに参加し、10月15日に蒸気が整備士のミスで燃えてしまう事故に遭いながら、代わりの飛行機を譲り受けて10月21日に、 サンフランシスコまでの飛行を達成した。1923年6月27日に2機の福座のデファビランド DH-4B を使って、リヒターとスミスは空中給油の実験に成功した。1機を給油機に改造し、スチルワイヤーで補強した40フィートのホースを備えた。ホースは給油機から乗組員によって空中へ放り出され、もう1機の乗組員がホースを掴んだ。 リヒターは燃料を吸い上げるポンプも設計した。1923年8月28日にスミスは DH-4B で37時間の無着陸飛行の記録を樹立したのをはじめ16の速度や飛行時間、飛行距離の記録を樹立した。1936年には航空機の設計と調達方法を標準化する軍の委員会に任命された。 1942年から1943年の間はデービスモンさ基地で B-17 や B-24 の登場員の訓練を指導した。1945年、乗馬中の事故の負傷から死亡し、アーリントン国立墓地に葬られた。ありがとうございます。